知らないと損。大金がもらえる法人向けの助成金補助金まとめ。新型コロナの感染拡大で、補助金助成金の申請をしてる人がめちゃめちゃ増えた。でも、自社が対象になるのかどうかや、手続きが複雑でわかりにくいのも事実。そこで今回は、法人向け知らないと絶対に損。4つの大型助成金をまとめたので、絶対最後まで見て。1、業務改善助成金。 生産性向上のための設備投資。例えば、機械装置、コンサルティング導入や、人材育成などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成してくれる。上限額は600万。対象は、事業場内最低賃金と、地域別最低賃金の差額が30円以上で、事業場規模100人以下の事業所。に、働き方改革推進支援助成金。 勤務間インターバルを導入するために、機器の導入や就業規則の導入を行った事業主へ最大100万円の助成金。3. キャリアアップ助成金。ユニクロやライズアップもフル活用している制度。非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための正社員化処遇改善などを行った企業に助成金を支給する制度。6ヶ月の有期契約から正社員にすることで57万円支給。 さらに特別訓練コースと一緒に使うと最大97万円。4. 両立支援助成金。仕事と家庭の両立を支援するために取り組みに対する助成金。中でも出生時両立支援コースは超お得。育児休業57万円と育児目的休業28.5万円で最大85.5万円支給される。今回は法人が受給できる代表的な補助金助成金を紹介したけど、 これらはごく一部でまだまだたくさんの補助金助成金がある。自社は該当する、もらえる補助金はあるなど、気になる人は LINE で問い合わせてね。